世界一簡単壁紙剥がれ補修。はい、皆さんこんにちは、まさふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は世界一簡単な壁紙の補修の仕方をご披露いたします。しばらくお付き合いください。使うアイテムはご覧の通りです。さあ、このようにですね、壁紙の隅っこですね、合わさってるところ、ここがですね、経年劣化でビロビロ剥がれてきておりますね。こんなような時にはご自分で簡単に直せますので、どうぞ最後まで見ていってください。まずはですね、接着剤をこのようにですね、ビロビロっとなっているところの奥の方に届くようにですね、ちょっとですね、スマホで撮影しながらなのでちょっとぎこちないので申し訳ないですけども、まあ容量的にはこんな感じで隙間にですね、左右奥の方に届くようにですね、ちょっとですね、ボトルに力を入れながらですね、押し込むように接着剤をつけたら、付属のヘラでですね、このように軽くですね、軽くなぞるように、まあ、数回なぞるようにすると綺麗になるかなと思います。この時ですね、あまりくっつき方が悪いかなと思った時には手で押さえたりしてですね、密着させるとさらに綺麗に仕上がるかなと思います。そして出ました、このローラーがですね、ポイントなんですね。これがあるかないかでだいぶ違ってきます。あまりですね、力を入れなくてもいいので、数回にわたって丁寧にロールをかけてください。そして100均のですね、除菌シートですね、ウェットシートでいいですけど、こちらの方で余った接着剤を拭き取ったら、今度はまた仕上げにゴシゴシとローラーを滑らせて、それで完成です。あとは乾けば綺麗になってると思います。いかがでしたでしょうか。世界一簡単です。ですので皆さんもチャレンジしてください。チャンネル登録お願いします。